ボーデの製図に描かれたフリードリヒの栄誉座。フリードリヒの栄誉座は現在使われていない星座の一つ。1787年に前年に死去したプロイセンのフリードリヒ大王を称えるためヨハン・ボーデが作った星座である。最初はドイツ語のフリードリックス・エラと名付けていたが、1801年に刊行したウラノグラフィアではラテン語化したアナーズ・フライドリスイとしている。 現在のトカゲ座とアンドロメダ座の右腕の間に差し込むように設けられた。この領域にはフランスの天文学者ロワイエもルイ14世を称えるために追う尺座を設けていたが、いずれの星座も現行の88星座には含まれていない。原恵み、星座の神話、星座氏と星野の意味構成者構成格、1996年6月30日、273ページ。 ISBN4 から769908253、AB アンリドパス、スターテールズ、アナーズフライドリースイ、2014年五月十日閲覧。ありがとうございます。